ドラケースピリッツ、中日ドラゴンズ編、モーヤドラゴンズね、やっていこうかなと思います。はい、やり方としてはね、今までの監督プレイと一緒で、監督プレイか、あれは。ちょ、FIFA と混ざっちゃったけど、監督プレイでね、やっていければなと思います。まあ、監督プレイって言うけど、言うほど監督じゃないんだけどね。うん。はい。では、ところでやっていきましょう。唯一ね、心残りといえば、ロッテで、さっきも言ったんですけど、遊び半分でね、阪神のペナントやってる時に、覚醒させてしまったことが、ちょっと悔やまれますね。普通に行けば多分ロッテ優勝するかなと思います。はい。なんつっても安田、山口、藤原が全員覚醒マックスだからね。安田、山口、藤原が。前12球団。OK。選択した12球団でプレイしますか。はい。で、我らが中日ドラゴンズ。圧倒的に弱い。あ、でも阪神あんま強くないぞ、バッティング。そんなことあんの？ピッチングはみんな乾燥しちゃうな。みんな覚醒させてるから、乾燥しちゃうな。野手がね、難しいんだよな。野手で、あ、この選手絶対覚醒させようみたいなラインって、本当になんか2割7分とか超えてないと、なんか覚醒させるかって言われたら微妙なラインだから、2割7分かとか言うけど、2割6分とかすらあんまりないんだよな、今年って。だ、今年試合出始めたけど、結果的には2割2分でしたみたいな選手って、ちょっと覚醒させるべきか微妙だなってところがあるから、これでね、まあ良かったかなと思います。はい。4番オスカーで5番ビシエドで、いや、いいじゃん。もう高橋周平とかいなかったけどね。うん。高橋周平いなかったけど、まあこれはもうイフストーリーだからね。これでいこう。あ、締め出した宇佐美とかいいじゃん。いい発想力をお持ちやん。いいね。オッケー。行きましょう。燃えよドラゴンズ。始動です。とはいえね、言うて覚醒させるから、まあ穴っていう穴はね、意外とないのかなと。まあ許容できる穴。うん。許容できる穴しかないかなと。思います。だから強いて言えば、だから内野のスペシャリスト。まあリュークでも本当はね、ショートも補強しようかなと思ったんだけど、これが強打を放出した、あれだよな。強打を放出したドラゴンズでプレイヤーがやろうと思ったら、まずはじめにショートを補強します。はい。これがね、立浪監督がいかにとんでもないことをしてるかって話なんだよな。うん。まあ、我々はね、ちょっとゲームなんで、現場とは違うんですけど、少なくともね、数値で見るとね、ショートが足りません。はい。ちょっとリュークにね、シーズン通してやらせるのは、ちょっと荷が重いというか、めちゃくちゃ打ちそうでもないしな。だから、とりあえずショートと、外野のスペシャリストはね、後藤俊太の、まあ、加藤翔平なのが、途中交代いけるかなと思うから、守備固めいけるかなと思うから、やっぱちょっと内野守れるユーティリティ、内野守れるユーティリティと、あとは、ショートかな。行きたいね。燃えドラゴンズをね、YouTube でね、燃えよドラゴンズで調べてもらったらね、中日ドラゴンズ、日本一記念バージョンみたいなね、燃えよドラゴンズがあるんですけど、それのね、歌詞の中で、まあ一番はね、こだまする、竜の、ひんやえへ、名古屋ドームに詰めかけた、だけど、その後に、1番、荒木が塁に出て、2番、井端がヒットエンドラン、3番、森野がタイムリー、4番、ブランコホームランがあるから、やっぱね、ビシエドがいるといえどね、ちょっとやっぱ外国人選手、もう一人欲しいかなと。外国人補強は、わかります。誰しもね、まあ、ちょっと遡ればね、カブレラとか、タフィー・ローズとかね、中日で言えばタイロン・ウッズとかね、ブランコとかね、やっぱこのパワーがあるね、ホームランを取れるんじゃないかっていう、外国人選手をね、
撮りたくて撮りたくて、仕方ないのがね、まあ常かなと思うんですけど、もうこのゲームね、ある程度やってきたらわかります。このゲームの鉄則はね、パワーがある外国人じゃないです。はい。パワーがある外国人は、外れです。はい。何が一番いいかっていうと、ミートがうまいです。はい。ミートがうまいにすると、何がいいかっていうと、最低限守備ができるやつが来るんだよな。これがまず一番でかい。これパワーがあるとかにすると、ミート F、パワー B、みたいな。ミート F、パワー B、守備 F、みたいな。どうすればいいんお前っていう。選手がね、どうしてもいっぱい来ちゃうんで。ミートが上手いにしとくと、不思議なもんでね、なんかオール D 以上はね、なんか来たりするんだよ。うん。ってところで、ミートが上手い。なんならミートが上手いで、ミート B とかもね、全然来るんで、ここら辺をね、狙おう。で、もう若手じゃなくてもいいかな。その代わり、あんましょうもないやつ連れてきてもしゃあないから、2億以上はちょっとやりすぎかもな。2億以上だとかからない可能性があるから、あ、でも必要な金額が、左下ご覧ください。契約に必要な金額が高い選手だから、これがしよっか。なんか2億円以下って言われるとね、なんか、いやー、5000万も2億円以下やんってなるけど、なんかある程度やってくれんのかな。まあ内野手でいいかな。あ、でもファーストとか壊れても困るか。ショート行くか。外国人ショート、夢の外国人ショート狙うか。一旦これでかけてみよう。したら、一旦ユーティリティプレイヤー取りに行こう。ああ、川瀬ね。ああ、川瀬いいじゃん。ああ、川瀬いいじゃん。川瀬いいじゃん。川瀬いいよ。川瀬いいです。はい。でもいい選手だぞ。普通に、これから多分守備練習伸ばしていけば、今年中にはもうショート、サード多分普通に B 行くかなと思うし、打つのもね、言うてもまあ、パワーがいい乗りそうってところ見ると、全然、走力も B 大手みたいなもんだから、いいぞ。だから川瀬と張り合う選手だろ。これ渋いトレードだぞ。これ全然あるぞ。リアルでも。一旦角どう？一旦。あ、相手側に有利なんだ。あ、いいじゃん、いいじゃん。もっと下げるか。いいね、いいね。川瀬いい補強だな。だこれだからお金つけばいいのか。お金つけよう。それでいいじゃん。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。川瀬と1000万。川瀬と1000万で加藤よ。ちなみに2000だとやりすぎ。あー、やりすぎね。特急。まあ、言うて半分いってるからあれだろう。これでいこう。よろしくお願いします。一試合やって終わりましょう。我らが開幕戦。もちろん託すのは雄大。託すのはもちろん王の雄大です。で、岡林が不調なんだ。そっか。岡林不調なんだ。すごいな。ちょっと絶望感あるな。ちょっといろいろ補強頑張らないとな。ちょっと絶望感あるわ。ペナントレースが始まりました。あれ、ベストオーダー変えないでもいいかな。他球団も。それありかもな。解説は小宮山悟さん、赤星憲弘さんの。ダメよ、我らがドラゴンズ。燃えろ燃えろ。どうぞよろしくお願いします。俺たちドラゴンズは今年持っていくんじゃい。小宮山さん、今年は無理だわ。あー、キル出てるね。よかったよかった。でも今年はあれだから、今年の目標はまずあれだからな。まずお米を食べましょう。お米をいっぱい食べる。笑う。選手を大切にする。この3本柱で今年やっていきます。北野オスカー、ちょっとちっちゃいな。いいねー、覚醒させたかやるねー。ナイスナイス、いいねー。覚醒させたかいがあるってもんよ。立浪監督は動じないっつってね。いいねー。
まあ痛い、もうこのオーダーですらね、あれなんだけどね。おいおい、ダメだろ、木の卓は。どうすんだよ、扇の要。てかなんか当てられてたな、そういや。リアルでも。巨人じゃなかったと思うけど。それで怪我したって、怪我した気がするな。73、周辺いいよ。オッケーオッケー。打てなくてもいいから。おいおい、いいんですか、大野雄大に3点も上げていいの、大丈夫、0点だったからちょっと悲しみのエースだっただけだって、3点もいいの。中田翔の去就も注目されてるけど、ちょっとゲッツー取りたかったな。今周平じゃなかったら取れてるだろう。なんで阿部ちゃん放出したん。なあ、周平守備 D だから取れなかったんじゃないの今の。ちょっと何してんの、和義、和義セカンド出すなよ。守備適正 C 以上あればゲッツー取れただろう。てか、ナイスナイス、えらいえらい、リュウク、もう大根だよ、もう肩の力抜いて好きにやってください。打ってもいいよ。いいねー、雄大。ナイスナイス。いいねー。自分で援護する姿勢大事よ。ナイスナイス。効いてるな。ナイス。ナイス。押せえよ、リュウク。押せえって。おい。押せえよ。そんなわけなくない。前も同じような触れ方してるけどさ、守備適正 B で積極守備であんなプレーするかなあ。そんな難しいところに来たボールにも見えなかったけどね。すぐ投げるのが難しいみたいな。あ、これうまいやん。こう投げるのうまいやん。とか得点まで行きたかったんですが、やっぱゲームから、ゲームだから。止められました。閉鎖は避けなくて。もう一塁セーフって決まってたんかな、さっきのやつは。これ投げるのめっちゃ早いもんな。これめっちゃ早いもん。同じ人とは思えない。ランナー出ました。これが裏を取る。外の球打った。岡林。ああ、それだけどな。まあ、あんま関係ねえか。踏めばいいもんな。あんま関係ないけど。岡林後ろなんかきついな。高谷は逆に、押し出しにかけるしかない気すんだよな、もうこのチーム。盗まれてるやん。高谷。高い打球になった。ちょっとクリーンアップ元気ないよ。お、出てきたね、ケース好き。いいじゃん。これ見たかったんよ。こういうの。俺が移動させた選手が出てくる瞬間が一番楽しい。やめーよ。ビシエド怪我しやすいのか。じゃあファーストの守備固めも欲しいな。そっか。それ、大事だな。ああ、それ大事だな。あ、石川だからも怪我しやすい。あ、大事だな。川瀬もう一人いるわ。あ、じゃあファーストの守備固めも欲しいか。セリーグも視野入れないとな、トレード。ちょっとビシエドも怪我しやすい。ビシエドと周平も、どうしろってのよ。おい。ビシエドも周辺も石川高也も。怪我しに行くさ、F2 人？これやばいな。これが一番やばいわ。やばい、これ、内野手だな。内野手、内野手、誰でもいいから補強しないと。か、一塁だった、守備適正 D ぐらいだったらワンチャンいるから、そいつあげるか。しゃあないな。任せる雄大。一緒に行くぞ。ここで大城いんの嫌だな。マジで。ここで大城くんの嫌すぎるわ。8番大城ってやばいな。最
後は狙われていたでしょうか。空振り三振です。バッターボックスで超見るんだ。いいね。そうですね、これいいよ。いや超のやだな、いいチームだな、巨人でやりてえわ。ここは巨人でやりたすぎる。簡単だろう、適当に外国人ピッチャー取ればいいだろう。グライシンガー、グライシンガー取る。グライシンガーバーサスで大城町の吉川、嫌すぎるな。吉川いいんだろう。オッケーオッケー。空振り三振。ちょろいちょろい、いきませんでした。そうしないと勝てないぞ。レフトへ。この辺りは岡林渋いね。タッチアップ。いやランナー足遅いか。タッチアップできません。まあ、ダイソーとか考えてなかったな。石川が入っています。さあ、ツーアウトながらまだ満塁の局面は続いています。高谷そろそろじゃない。ここ高谷しっかりと締めておきたいですよ。高谷、高谷、今日はまだ当たりがありません。これはここですね。ここで、うん、ここでコーチャー権を切る。2球目打ちました。 OK、 うまい、ナイスナイス、セカンド、ナイス。1塁転送はアウト、ダブルプレー。うまい、なんとか得点まで行きたかったんですが、最後はダブルプレーに打ちました。よく耐えた、ナイスナイス。ヘッドの打席はライアフライに打ち取られています。クリーンアップかな。あーいいね、大きな打球だった、入った。それそれ、遅い遅い、148メートル、それそれ、遅いよビシエド、遅い遅い、これこれ、来たぜ、そして我らがライネル、お前を見たかったんだよ。来たぜライネル、見せてみーライネル、お前見たくてやってんだよ。代打オコエやるね。まあ開幕戦なんでね、いきますか。あ、我らが立浪見れねえ。我らが立浪監督見たかったんだけど、監督映らないパターンやん、この勝負だ。監督映らないパターンやだな。立浪監督見たかったのに。アイス。ただちょっとやっぱ試合やって分かったわ、このチーム課題が多すぎる。期待に胸を膨らませた高橋周平だの石川隆也だのビシエドなりがみんな怪我しやすいっていうのはちょっと結構やばい気するな。普通にやばい気がする。残念ながらままその3人が同時に抜けることもあるって考えたら普通にやばい。あれかファーストカート、直道普通にありだな。直道あげるか。正直溝脇とか石垣とか入れるより全然全然直道の方がいい。チーム事情的には全然直道がいい。ファーストいないやん、なんやこのチーム。ファースト守れるやついねえやんけ。なめてんのか。直道に感謝だな。直道お前引退すんだよな。直道、お前直道いないとやってけねえよこのチーム。とりあえずまあいろいろ準備してね、今日は開幕戦やりましたけど、まあ無事開幕戦はね、2安打 ?3 安打かな ?3 安打しか打てませんでしたけど、3安打しか出ませんでしたけど、めちゃくちゃフォアボール取ってね、5点取りました。我らがドラゴンズが。で、5点があればね、うちの投手陣がね、そう簡単に負けるわけないので、大野雄大藤島でマルティネス、藤島マルティネスでね、サクッと、勝ったということで、まあ、こういう野球がね、できるように頑張りましょう。今年は1位狙ってませんから、みんなね、野球を楽しみましょう。はい。笑顔で野球をしましょう。ご飯はいっぱい食べましょう。楽しく野球できればなと思います。はい。終わります。お疲れ様でした。